いけいけ。本気で言ってんの？やばくなった、助けてな。いけ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 。お、いいんじゃん。そう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 。いけいけいけ。めっちゃ食らってるやん今日。はじけはじけ。その盾やったらはじけるはずや。ナイスー。いいね。倒せる。お、どうや。バイバイ。無理か。まだまだ無理。やってまだ無理か。こいつ、俺が殺してやろう。やば。仕方ないな。私が手本を見せてやるか。あ、こいつドワーフが。よし、前の拠点が使えなくなってしまったため、この商人の周りに新たな拠点を建築する。今回は地形を一切変えずに草抜きだけを行って作っていく。よし、あらかたの草抜きと木の伐採が終了した。これから本格的に建築を進めていくぞ。
よし、ついに自然と調和することに成功した我がバイキングの拠点が完成した。これだ。ドゥン。名付けてサーペントツリーハウス。ま、そのままだな。自然と調和させて一切地形は変えずに建築をしたのである。そしてこの商人のこの場所に作ったというところが味噌なのである。そう、この商人のここだ、このバリアギリギリのところにこの松を植え込んでいったのである。なぜかというとだな、このバリアに少し噛んでいるだけで敵から攻撃を受けないということを発見したのである。今日も元気そうだな、春爺さんよ。返事はない。よし、少し外観を見てみよう。こうだな。そう、木に巻きつくように建築をしているんだ。もうコンソールを使わずに自力の建築をするのはこれが限界だ。足場を作るだけで異常に時間がかかった。いいね。では上がってみよう。まだこの階段は何も触っていない。とりあえず建築をしただけなのである。まあそのうち触っていこうかなっていう感じだな。さてここからだ。さあ、ここが我が拠点の内部だ。まだ作ったばかりではあるが、なるべく利便性は考えて作ったのである。肉も焼ける。そう、そしてここでみんなで飯を食う。そして下だ。下は私の隠れ家だ。ここだね。私が寝るこのベッドは特別製にあしらえたのである。そして守護神的おじいに見守ってもらいながらここで眠るの。そしてこのポータル、このポータルはどこにつながっているのかというと、ダッシュ。そう、下につながっているんだ。すぐにじいさんと話をしに来ることができる。座ろう。ハルじいさんよ、今日からここであんたと一緒に住むことになったぜ。よろしくな。まあそんな感じでこの拠点で頑張っていこうじゃないか。